フリーアナウンサーの中島純子です今回は横光リーチの梅雨を朗読します梅雨横光リーチ去年の梅雨には鈍点が毎日続いた重苦しい湿気の中で私は毎日ねっとりとした汗をかき苦しんだ 思えば毎年その頃になって筆の動いた試しがないがこの年の梅雨の日はある日どこからか逃げてきたらしいウグイスが庭の茂みの中で鳴き始めた小を覗いても姿は見られなかったが声だけは塀の周囲を泣き続けてやまなかったこれが毎日同じところで泣き続け 同じ方向にいつも待っているのが感じられると頭はその声を中心に急に動き出したのを覚えているその頃北海道行きの話が出て川端くんと二人で奥羽本線を青森の方へと行き浅虫で一泊した車中キリストの話が出た中で その前月のある雑誌に青森県の八戸で主人天皇の時代キリストが八戸に来てここに住まいここで死し墓場さえこの地にあるという記事を読みその荒唐無稽さに驚きながらもこのような夢を持たねば生きられなくなった現代人の頭について 興味をを持っったことと話し合っているとちょうど二人は八戸の手前まで来かかった八戸はここで降りるのだという駅でここには家内の実家があるのだと微笑する川端くんと共に駅の周囲の陰鬱な雨空を見回したが私にはそのキリストの口頭無形な説も ウグイスの声のように節面白く頭に生きて思わずにそのような説を説く人たちの頭も取りすがった夢の美しさのように感じられた朝虫へ着いた翌朝駅から汽車に乗ろうとすると待合室に充満している小学生たちの遠足姿に混じり 小遣いらしい黒い爪入りの老人が弁当を持ってベンチに腰を下ろしている姿をふと眺めた。するとなんとその顔はキリストそっくりの顔である。君、あれ見たまえ、キリストそっくりだ。と思わず私が言うと、本に似てるなあ と川端くんは言いつつ手にしたカメラを上げてそのキリストを写そうと仕掛けたが「どうも気の毒だからやめよう」と言うと写さずそのままカメラを下ろしたそしてまた「不思議だね」と言うあの時もしそのまま写真に撮っておいて 今見たなら、あるいは人は弁当箱を持ったキリストだと思うかもしれないそれほどによく似た顔である人間は高等無形なものでも考えておればだんだんその無形が事実となってゆくという説があるが狂気に近い夢も現実の一部として 誰かの頭の中で生き続けていたのであってみれば、八戸でキリストが死んだという説も、重苦しい梅雨の鈍天の下では、美しい一つの現実の姿とならぬとも限らない。いや、現に八戸とあまり隔てぬ浅虫の駅で、危うく私もまた、キリストの夢を見たのである。 川端くんもまたそうだ。津軽を渡ってひとたび北海道へ行くと、この地の伝統はキリスト教だと明瞭に感じられる。異教に行った思いである。函館のトラピストをはじめとして、鉄道の沿線はあたかもキリストを運んで回っているかのような匂いを立て、私には 南ドイツやアドリアティックの海の風景がしきりに浮かんでやまなかったこの地には梅雨はなく内地の曇天から逃げてきた私の目に真っ盛りの札幌のアカシアの花はフローレンスの丸物街路樹に似て見えた旅から帰った時 内地はまだ梅雨が続いていた。泣き続けていたウグイスもまだ逃げず家の周囲を回っていたがその声を聞いていると朝虫で見たキリストの顔がまた私の頭に浮かんできて消えなかった。まったく梅雨期の幻想のまま。事実私は 北海道の人々の純朴さにキリストの精神を見てきたのかもしれぬとこの頃になってよく思う。いかがでしたか。今回は横光リーチの梅雨を朗読しました。このチャンネルではあなたの作品もお待ちしています。あなたが書いた文章や絵本などよかったら送ってください。 私が朗読いたします。それでは次回もどうぞお楽しみに。